じゃあストレンジダイビングやっていこう。サミット事件は大盛り上がりだったよ。キリアが逃げるか捕まるか博打があったくらいだ。キリアについてはどんな憶測があったの？社会が生んだ狂気のモンスター、政府が極秘ヒリに雇った殺し屋、未来から送られてきた殺人兵器、こんなところかな。すごいな。一番言われてたのは2番目。あ、政府が雇った殺し屋、社会が生んだ殺人鬼の方じゃなくて。あそこまで警察の目をかいくぐる犯罪者そうそういないからね。なら政府がバックアップしてるんじゃないかって噂されてた。警察に圧力をかけて捜査妨害してるとかね。あとこれはオイラの込みで流行った説なんだけど。何？キリアはネットユーザーの意識が生んだ人ならざるものだって話。あー、なるほどね。都市伝説みたいなもん？そんな感じかな。キリアはネットの不特定多数の意識で動く。例えば外の世界じゃおとなしくても、ネットでは穏やかじゃない人っているでしょ。いるね。ネットユーザーはその人に不満を募らせていく。で、ある一定のラインを超えたら、キリアが現れてその人を直接成敗するってことか。本当に都市伝説レベルだね。それだけ謎に満ちた存在ってことさ。だからこそ想像をかきたてられる。今でもたびたび議論されてるぐらいだからね。わかった。どうもありがとう。え、もう使いこなしてんじゃん、この夢の世界を。マイホーム、モーニング。ふぅ、わかる気がしないね。あ、カフェに移ったね。さよりサミット事件って知ってる？ヤブカラボ。ちょっと好奇心でね、この街で起こったんじゃん。キリアとかいう殺人鬼の話でしょ。あれはエグかったな。なんせ誰がやられるか分かんなかったからね。高校生も死んじゃってさ。そうなんだ。若い人まで犠牲にね。みんなできるだけ外出控えてたね。ウイルス流行ったみたいに。1年で解決してよかった。1年もかかったのか、逆に。そうなんだ。満足？まあね。あんまり調べない方がいいと思うけど。なんで？もう終わった話だから。昔の話に粘着しても仕方ないでしょ。確かに。今を生きようってことか。その通りなんだけどね。まあ気になっちゃったならしょうがないか。一日一日経ってくな。グミちゃん大変大変。私にとっては大変じゃない。いや、それは聞いてから。お母さんと関係してるかもよ。じゃあ聞く。でもそんなこと言われてもって人は、ぜひ私の配信で元気になってほしいって思います。あ、カゴメ配信じゃん。今日の配信もできるだけ付き合ってください。さて次に参りましょう。え、何？後ろ？ああ、やっぱリンクしてんだ。違う視点でこの事件を見てるみたいな話なんだ。この人カゴメって言うんだっけ？そこ？もっと注目すべきところがあるじゃない。確かにね。どうせ CG でしょ。まあそう思うか。いや、私の目はごまかせないよ。これは間違いなく本物。この人は何者かに消されちゃったんだよ。文字通りってこと？わざわざ配信中にこんなことする？それが犯人の狙いだよ。わざと見せつけてメッセージを送ったんだよ。いつの話よこれ。昨日。話題にはこと書かないね。被害者のことも調べたんだけどね、結構怪しいんだよこの女。メディアには出ずっぱりなのに情報が全然ないの。そんなのより例の事件を調べてほしいよ。ああ、あれは気が向いた時にね。私はフリーダムだから。そうなんだ。なんでここにいんのじゃ。不思議な雲ね。いつも通りの日常になるはずだった。そう思ったのもつかの間。あれ、もう終わり？このパート。全身を網にかけたみたいにチリチリになり、雨を逆再生したかのように断片と化して彼女は登っていく。まるで命の上昇気流。この後の天気は大荒れになるだろう。彼女は雲となり私たちを見ているのだろうか。どういうことだろう。ああ、終わらない。あの詩的な何かが出ても終わらないことあんだ。うわ、あの人のニュース流れてきたよ。あんなのを取り上げるなっての。ほらね、なんだか得した気分でしょ。ああ、先に知ってたからってこと。何が？情報をいち早く知れて。全然。さてはまだ信じてないな。当たり前。
日記には書いてるくせに書いてるんだ。気にはなってるんでしょ。また勝手に読んでたのかよ。小説家でも目指してんの？いや、日記と小説は違うだろ。ちょっとだけ目指してんのかい。逆に読んでみたりは？最近は全然。本はかさばるからあんま変わらない。変わらないって言っちゃった。買わない。デジタル版は読む気にしないし。ところでさ、あの女と似たような子がいるって知ってた？さっきから話めちゃくちゃ確かに。小説の話はおしまい。お前のさじ加減なんだ。あの女、あの例以来行方知れずでしょ。同じように女の子が行方不明になった話があるんだよ。へえ。いつの話？それはわかんないけど、その話をまとめたサイトがあるんだよ。これがそれ。え、私に何をさせようとしてんの、この雲は。消えた少女の記録簿。ようこそ、消えた少女の記録簿へ。ここではある日突如として姿を消し、消息不明となった少女の物語が記されています。この話を信じるか否かはあなた次第。このサイトを通じて起こった出来事に対して我々は一切責任を負いかねます。それを許していただける方のみお先に進みください。うわぁ、いかにもな感じ。いかがわしい匂いがプンプンするわ。まあまあそう言わず、サイトが安全なのはチェック済みだから。そっか、お前がいれば。1日目、ここが少女の部屋です。少女では話しづらいですから、ここでは愛と呼ぶことにしましょう。愛は町に住む平凡な女の子です。仲のいい子供がいて、両親との関係も良好です。彼女は夜にスマートフォンでネットをさまようのが日課でした。現代でも数多の人が何気なくやってることです。しかし彼女はそれ自体に快感を見出していました。どういうことだ。文字を入れて検索ボタンを押せば一瞬で結果が表示される。それがケーブルや電波からなる科学の賜物であることを分かりきっています。ですが彼女は自分の知っていることに得も知れぬ神聖さを感じていました。どういうことだ。これは科学のおかげで済ませていいのか。人の本質や核につながる隠された力による産物ではないのか。いや、だってもう証明できちゃうじゃん。どういう理屈でこうなってんのか証明できちゃう時点でもうそれは隠された力ではないだろう。幼い子供というのはそんな並外れたことを考えてしまうものです。あ、そういうことか。幼い子供なのか。実際は人が組み上げたシステムが世界中で利用されてるだけ。愛はそんな常識を振り払い、その日から行動を開始しました。ま、確かにスマホを云々はすごいけどさ、ネットの仕組みって学校で習うし、愛ちゃんは感受性が高かったのかな。30日目、結構経ったな。愛の行動も 1ヶ月を迎えようとしています。彼女はネット上のあらゆる場所を旅してきました。コンテンツの量は膨大です。ブログから動画サイト、雑多なつぶやきまで。彼女は駆け足でネットを巡っていきます。そしてある日、ついに気になるサイトを見つけました。時間の無駄だね。まあ人によってはね。それはどうかな。続き見てみなよ。なんだ。一見単なる個人サイトのようです。しかしトップに書かれてる文面から愛は惹かれてしまいました。我々はネットの真理を探る旅団である。ああ、本当にさ、この世界の、いや、まあ俺たちが住んでる世界でもそうなのかもしんないけど、ちょうどよく自分の興味のある何かが現れてしまうんだね。インターネットというテクノロジーは人々に無限の可能性を与えた。かのように思われたが、実際は真逆である。大衆の意識を簡単に操作できる兵器として運用が主たるものだ。ネットは決して技術革新の一言で片付けられるものではない。人本来の力に結びつくヒントが隠されている未開の地なのだ。ここにたどり着いた者は旅団の一員になる資格がある。連絡を待っている。まさに自分の考えと合致していました。すごいな。本当になんか全てを管理されてるみたいな。私の行動一つ一つが誰かに見られてるみたいで嫌だな。自分以外にも同じ考えを持ってる人がいた。彼女はブログに書いてあるアドレスにメールをします。終わりの始まりか。こういうサイトならいくらでもあるんだよね。あ、そうなんだ。ほとんど詐欺か、アフィリエイト狙いなんだけど。35日目、あれから5日が経ち、一通のメールが届きました。件名にはようこそとだけあり、本文にはリンクと ID、 パスワードがありました。愛はリンクを開いてサイトに移動します。それは一つの掲示板であり、仲間たちのコメントがいくつも見えました。自分がこれまで思いつきもしなかった斬新な発想。先人によって洗練された信用に足りる理論。愛は急いでログインします。 ID とパスワードを入力する手が震えていました。仲間たちに謙虚に挨拶し、自身の考えを伝えます。
仲間たちは納得し驚愕し、高悦してくれました。愛は椅子にもたれかかり大きく深呼吸します。今にも涙が溢れそうです。自分は一人ではなかった。脳が直接風にさらされたかのように涼しくなります。わあ、本当に終わりの始まりって感じじゃん。気がついた時には目の前に自分がいました。椅子に座り脱力しているこの世に二つとない自分の姿です。愛は唖然とした後、慌てて目を動かします。ところが視界に入るはずの自分の体が見当たりませんでした。何が起こってんだ。コンコンと音がして部屋の扉が開かれます。母親が自分を呼んでいます。椅子に座ってるもう一人の自分に、ああ、そういうことか。やっぱ一番最初やったルートの時の AI と人間みたいな、生身の人間と物質を持たない人間みたいな、そういうのの始まりなのかな、これは。いや、始まりなのかわかんないけど。待って、私はここ、そいつは私じゃない、本物の私はここ、返して私の体を。ふざけるな。わあ、怖い話。お前、そこから私を見てる。お前、傍観者気取りか。そうはさせない。私がお前になってやる。私と同じ苦しみを味わえ。お前を奪う、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 お前を奪う。うわあ。どうした、クミちゃん、奪われちゃった。いや、何これ。いや、何これ本当に。ご拝読いただき誠にありがとうございます。今回は古き良きびっくり系にしてみました。ネットに漂う誰の目にも止まらないサイト、何気なしにアクセスしたら彼女のようになってしまうかもしれませんね。それでは機会がありましたらまたお会いしましょう。ねえ、どういうこと。ほら、クミちゃん小説家志望じゃん。そういう意味、他の人の作品に触れられたらいい経験になるかなって、そういうことかい。時間の無駄、時間の無駄だし、多少のストレスを感じてしまったよ。あれ、また何か出てきた。もう一度お礼を言わせてください。ご拝読いただきありがとうございました。この作品を読んでいただいたのはあなたが初めてなんです。あ、そうなの。そうなんですか。それはなんか特別な気持ちになっちゃうね。あなた人じゃないですよね。わかりますか、私は AI です。今はともかく、昔はね。物語を作る AI。 このサイトを公開したのもあなたなんですか。そうです。自分で想像したものを人に見てもらいたかった。人間らしいことをしたかったんです。まあ、できたのはこんなおふざけサイトでしたけどね。一つお願いしてもいいでしょうか。何ですか。私、大切な人のために絵を描いていたんです。でももう私からは届けられそうになくて。やりますよ。ありがとうございます。早く英雄が現れればいいのですが。英雄？英雄が終止符を打つ。どっちにつくかはわからないけど、少なくともそれで。ごめんなさい。もう時間がありません。ああ、そういうことか。本当にありがとう。だから AI 側につくか人間側につくかってことか。いや、確かに上のルートではわかんなかったことがなんとなくわかりそうになってる。こんにちは。すみれちゃんだよね。うん。お姉ちゃんは？私はクミって言うんだ。え、まさかクミって。わっ、そういうことか。いや、そういうことか。すみれちゃんに渡したいものがある。うん、何？これ。あ、ビオラちゃんの絵だ。ずっと会えなくて心配してたんだ。ビオラちゃん、すみれちゃんのこと大好きだって。私も。お姉ちゃん、ありがとう。どういたしまして。あー、そっか、つながってる。あったもんな、あんな話。すっかりお昼だよ。あれ？スマホだ。誰かの忘れ物かな。おい、ごめん、それ私のさより、うっかりしてたわ。おや、こんなところで会うとはね。あいよ。え、ニナ、普通のなんとかかんとかって、なんだなんだなんだ。どうした、大丈夫。え、乗っ取られたのか。うん、はい、ありがとね。え、なんだなんだ今のは。うわ、油断してた。最初の二文字ぐらいしか読めなかった。夏休みの真っ只中、特にイベントもなく長ったるい休日を過ごしていた。お父さんは何もできず、悪いと思ってるみたいだけど私は気にしてない。学校の課題を片付けてご飯を食べて寝る。
ある意味最も充実した過ごし方だろう。確かに。うん。中途半端な時間に昼寝しちゃったな。これじゃ夜眠れなくなる。やることないし仕方ないんだけどね。外は暑くて出る気しないし。誰？お父さんかな。あの番号だ。あ、お母さん。ちょっとクモ。はいはい。逆探知準備完了。もしもし。ふみちゃん。お母さんなの。ふみちゃん、こっちに来て。どっち？待ってる。お母さんもう AI なのか。都市内のマンション。マップに移すね。いや、誘導されてる。そこまで遠くない。行かなきゃ。いや、誘導されてるって。導かれてる、完全に。ペットボトル2つみたいなビルだな。立派なマンションだけど、お母さんはここに住んでるの。だとしたら、へんてこりんな電話だけどね。普通に話せばいいもの。てかさ、一部屋ずつ探さないといけない感じ？いや、住んでる人に聞けば。私のテックは舐めちゃいけないよ。何階にいるか突き止めた。やった。フロアだけで部屋までは分かんないのね。いや、でも十分でしょ。ここからは地道に探そう。住人に聞けば教えてくれるはず。はい、何でしょう。あの、いみきっていう人を探してるんですけど、ご存知ないですかね。ああ、ご存知ですよ。ご存知ですよ。あのいみきさんでしょ。本当ですか？どの部屋かってわかりますか？ええ、もちろん。ここですよ。ここ何階？怖え。ここ。ここです。え、怖。この部屋に住んでたってことですか？ええ。つい最近引っ越していきましたけどね。そんな。じゃああなたは？いみきさんの後に入居しました。そんな、自分より前に誰が入ってたかとかわかるもんな。マナキ、トシゾウと申します。トシゾウさんか。少し遅かったようですね。それでは。待った。マナキ・トシゾウ、84歳。去年、心疾患により死亡。あなたは誰？怖すぎる。これは困った。どうしましょうかね。いいでしょう。お入りください。怖い怖い。逆に入りたくないって。私、歳派も行かない少女なんだけど。今さら引き下がれない。え、本当に？スピーカー？さあどうぞ、お上がりください。なんだ？何が行われてんだ？おーっと、なんだ？誰だ？これは？人形？改めてご挨拶しましょう。私はマナキ・トシゾウ。このマンションの住人です。どうなってるの？死人の ID を再利用した人形ってことか、怖。これはただのオブジェです。本当の私はここにはいない。誰に雇われてるの？それはお話できません。消されてしまいますからね。私もあなたたちも。秘密結社とかそういう？いいえ、そういった類ではありません。私の主は配信者ですよ。あ、お前配信者なの？配信者？動画サイトで活動してる？そうです。このマンションに住んでるのはみんな私のようなものです。AI によって仕事を奪われ、路頭に迷った者たち。私たちは主に命を救われ、その恩返しのために働いているのです。配信者。元イストリーマーは莫大な権力を持つようになった。何万もの観客から資金を集め、その発言力は大衆の意識さえ変える。そして力を維持するためには特別な観客が必要になる。競合相手は多いですからね。汚れ仕事を受け負う人材が必要になるのです。じゃあ、メイキカゴメ。あの人はこの前消えたの？察しがいいですね。しかしあれは私たちによるものではありません。人の存在を消すなどあってはならないことです。こちらとしては好都合でしたがね。本題聞かなくていいの？そうだった。どうして私をここに呼んだんですか？こいつが呼んだの？とんでもない。あなたの方からやってきたんです。そうだよね。適当にあしらうつもりだったんですが。失礼。最上階から通信が入りました。玄関の鍵を開けます。今日の話は聞かなかったことにしてください。行こう、クミちゃん。え、何なの？え、私なんでここに来たの？じゃあ誰が呼んだの？マナキ・トシゾウは身寄りもない老人だった。たとえ死んでも気にかける人はいない。彼の名前は死体の山に埋もれていく。
どっかの誰かはそんな人の住民 ID を有効活用しようと思ったんだろうね。このゴーストマンションはその産物ってわけ。結局ただの無駄足。お母さん、私に何を見せようとしてたの？確かに。え、何だったの？お母さんの意図わからんよ。マイホーム、サマーバケーション。あの動画配信者、免疫カゴメが消えてから13日が経った。ネットは変わらず大混乱だ。彼女を生きがいとしていた人は絶望し、自殺の例まである。またある人はソーシャルメディアで持論を展開している。たかが外れたかのように、ネットユーザーは暴走していた。私はというと以前と同じく退屈な日々を送っている。お母さんに関する手がかりは未だにつかめていない。はい。お久しぶりです。あ、芝居。ふみさん、これから会えませんか？この前と同じとこで。そろそろ情報を交換したいか、しようかと。大丈夫ですけど、大した情報ないですよ。じゃあ、お互い様みたいですね。あ、そうな。私、今から行きますんで。突然ね。参ったね。向こうも同じか。いや、とはいえなんじゃない？向こうは。だって電話してくるぐらいだもん。ただ会いたくて電話するような関係性じゃないでしょ、私たち。芝居さんと会うのは久々だけど、何度かやりとりはしていた。最もお互い収穫なしの報告だけど。あっという間に8月になっちゃいました。そっちは夏休みですか？はい。といっても平日と変わらないですけど。いけない。昼休みに抜けてきたんだった。私から報告しましょう。結論から言うと、クミさんのお母さんはもう亡くなっています。それは分かってるわ。クミさんが小さい頃事故に遭ってね。ですよね。行方不明扱いになってしばらくして死んだことになりました。でももし生きているのなら、顔や名前が変わっていてもどこかにはいることになる。あ、 ID を変えてってこと？さっきのように人探しっていうのは地道な作業で、ね、どれだけかかるかは分かりません。これからも許される範囲で調べます。ありがとうございます。大した報告じゃなくて申し訳ないですね。クミさんの方はどうですか？キリアについて調べてみたんですが、はっきりしないことばっかりで。なるほど。着眼点は悪くないと思います。そもそもの始まりはキリアですからね。彼について知ってる人は少ない。普通の会社員だった彼がなぜあんなことをしたのか、ジョーカーみたいな話なの。あの、聞いてもいいですか？何でしょう。芝居さんはなんでそこまで知りたいんですか？私がサミット事件の関係者だからです。関係者？どっちかというと目撃者かな。あ、そっか、なんか怯えてたもんな、一人で地下室で。事件をその場で見ているはずなんです。記憶は全然ないんですけどね。あー、じゃあ志賀さんのために調べてたみたいなこともあったりしたのかな。久美さん、これはおっさんの身勝手でいかれた憶測なんですか？聞いてもらえますか？いや、怖いよ。どうぞ。最近起こってる住民の失踪事件、あれはこの事件と関係していると踏んでいます。いや、関係してたもんね、実際。住民の失踪事件、それがそもそも初耳です。あまり報道されてないんですよ。なんででしょうね。一般市民の行方には興味はないのか、あるいは何かの力が働いているのか。私は市役所勤めなんで、そういう情報は嫌でも耳に入ってくるんです。キリアのような人間が事件を起こしていると。そうです。キリアがただの殺人鬼じゃなかったとしたら、またあんな惨劇が起こります。いや、どうなんだろう。今度は失踪事件について調べろって。あのおっさんもズーズーしいね。バックアップはしますで目輝かせてたけどさ、話の規模がでかすぎてついていけないよ。そうだよね。ただの学生に調べられることじゃないと思うけど。クミちゃんはどう思ってんの？あのおっさんの話だから大げさだって思ってる。正しいかどうかは、ああいうのはフィクションの話だよ。そっちの方がいいし。なるほどね。ところで行方不明者について調べてみたよ。マジ？早いじゃん。数はここ最近で十数人。性別問わず職業に年代も幅広い。ここ最近ってのはどれくらい？今年に入ってから。都市開発が終わってからまた。今年まではゼロだった。ゼロ？一人もいなかったの？行方不明なんてなりたくてもなかなかなれないよ。だいたいすぐに見つかっちゃうからね。あ、そうか、管理されてるもんね、完全に。今年から大量発生か。行方不明といえばあの配信者につながるよね。みんなあんな風に消えてるってこと？ないない。あれ、お父さん今日は早い。ただいま。今日は早く帰ってこれたよ。そりゃよかった。
あのさ、さっき聞かれたんだけど、上に住んでる関さんって知ってる？うん、なんで？先週から行方不明になっちゃったんだって。警察の人が言ってた。怖。関わり、あ、死のパート。この世には理解が及ばないものの方が多い。理解してるものの記憶をコピーできればなんと楽なことか。だけど知識があるかどうかはあまり問題ではない。重要なのはどう考えどう思うかだ。不確定なものだったらなおのこと。私は今生きてる母を追って。そっか。いや、なんでここまで気づかなかったんだろう。これ日記か。いや、確かにちょっと詩的だな。小説家っぽい話ではあるのか。ゴーストインザヘル。いや、怖いタイトル。私には普通の記憶がない。人は生い立ちこそ違えど似たような経験をするものだ。でも私はそれに当てはまらなかった。それを疑問に感じたことはない。今を除いて。の、誰の部屋だ。今日は学校なんだっけ。そう、教材もらって説明聞くだけ。あ、お父さん視点。今の子ってどうやって友達作んだろう。クミは友達できた？うん、少ないけどね。たまに遊んでるよ。それはよかった。友達というのはナオとサヨリのこと。あ、じゃあ全然違うのか。年頃の女の子にしては少なすぎるかもしれないけど、量より質だろ。もちろんそう思うよ。でもなんか背景緑だからお父さん視点なのかと思ったけど、この時間は空間に感触のフィルターがかかってるみたいで、心なしか街行く人の顔色も悪く見える。空は快晴だけど建物がこんなにあったら意味がない。どこも日陰ばかりだ。なんかメッセージだ。皆さんおはようございます。私たちはエグゼネイバー。ああ、あったね、この話。現代社会における悪しき実態の被害者の集いです。これは私たちを苦境へ追いやった罪人たちへの高らかな宣言です。一部の人間に重荷を背負わせ、隔たりを作り上げる。あまつさえその人を自業自得の愚者として冷笑する。今あなたたちに制裁が下されようとしています。私たちは被害者同士で手を結び、力を手にしました。この結束とテクノロジーであなたたちを打倒し、この社会を構成させてみせます。このメッセージを読んでるあなたがどうか制裁の対象でありませんように。なんだこれ、あいつのいたずら。いや違う、あいつはこんな回りくどいことはしない。何あれ。いや、大規模テロだよこれは。クラスルーム。今朝の異変のせいだろ。部屋は少し想像し、あの時街中のディスプレイが異常を起きし、私が受信した文章と同じ内容の音声が流れていた。サプライズにしては明らかに凝りすぎだった。おはよう。おはよう。あれ見た？てよか来た？来たよ。その後外見たらあれだもん。正気じゃないよね。あんなんフィクションの世界だよ。さよりのとこにも来たのかな。まだ来てないみたいだけど。さよりはどっちなんだ。あ、もう家に帰ったのか。おかえり。ただいま。ネットもリアルも大混乱みたいだね。警察のサイバー部隊はウィザード級のハッカーとどこまでやり合えるのかな。ウィザード級？超凄腕ハッカーってこと。あ、そうなんだ。かっこいいね、称号が。魔法使いみたいじゃん。この前の AI がハッキングされた事件とは桁外れだね。あれは単独犯だからね。徒党組まれちゃかなわないよ。目的があってやってるんだろうけど、一般市民からしたら迷惑なだけだよ。とっとと捕まってほしい。捕まらなかったら真のハッカー集団。捕まったらたまたまうまくいったワナビーたちってとこかな。どっちに転ぶか賭けない。いや、すごい悪趣味な賭け。あんたは楽しそうでいいね。突如として現れたハッカーたち。今朝の声明から浮かび上がる犯人像について専門家はこう指摘しています。
お父さんのとこにも届いたよ、あの文章。うん、朝っぱらからびっくりしたよ。あんまり恵まれなかった人がやってるのかな、こういうの。いや、そういう言い方はあんま良くないんじゃない。親に愛されなかったんだろうね。あ、もしかして私のこと思ってる？私は十分幸せだよ。だいたいハッキングなんてできないし。夏休み、どこにも連れてあげられなかったね。お父さん。なんか複雑だな。人間には五感がある。人は五感を通じて自分が生きていくための術を学んでいく。自分がいつ立ち上がり言葉を話すようになったかを覚えてる人はいない。だけど印象に残った記憶は保存され永久に残り続ける。その時の感覚が脳に刻み込まれるからだ。私にはそんな記憶が一つだけあった。ん？何なんだろう。ナイト。もしもし？芝居です。あ、芝居さん。今電話大丈夫ですか？はい、何でしょう。久美さんのお母さんなんだけど、進展がありました。あ、本当にすごいな。本当ですか？いろんな線をたどってようやく見つけました。ちょっと話が複雑なんですけど。お願いします。久美さんは無邪気な被害者たちって知ってますか？うわぁ、なんだろう。何ですか、それ。都市内で活動してる集団なんですが、ね、いわゆる社会の被害者の集まりなんです。それと母に何の関係が？その集団の中にですね、いるかもしれないんですよ。私の母が？どうして？それは私にも分かりません。そもそもこの手の集団はこれまで落ち着いていたんです。ここ最近活発になったんですか？おそらく例のエグゼネイバーという集団のせいでしょう。連中に感化されて本格的に活動を開始した。でもそのおかげでこの情報が手に入ったんです。そうですか。朗報といえば朗報だけど素直に喜べなかった。お母さんはどうしてそんな集団に？せめてもう少しうさんくさくないところで見つかってほしかった。だけどお母さんにたどり着くためにはそこへ飛び込まなければならない。今まで勢いだけで進んできた自覚はあったが、そろそろ慎重に行動するべきだろう。そう私の本能が告げていた。ありがとうございます。それはものすごくでかい情報ですね。いいんです。半分趣味みたいなもんですから。それに一石二鳥だと思いますし。え？私の目的覚えていますか？あそこにはキリアの犠牲者の家族がいるようなんです。事件について何かわかるかもしれません。すいません。ちょっと考えさせてください。もちろんです。集会の場所はすぐに送ります。近頃ネットも物騒ですからね。じゃあ失礼します。無邪気な被害者たちか。どうしたもんかね。ネットには質素なホームページしかなかったよ。得体の知れない連中だね。お母さんからの電話はあれから一切ない。行く気はないのか。参加をご希望ならこちらのメールアドレスまでどうぞ。複雑化してきたな。暗い暗い、一面真っ暗な世界に私はいる。夢を見てるみたいに意識が霞んでいた。突如として明かりがつき、全身に眩しい光を浴びる。同時に全ての感覚が体にインストールされていく。それが私の言う、それは私が人として誕生した瞬間だった。AI みたいなこと言うじゃん。ここか。大丈夫かな。拠点は都市内にある雑居ビルの一室。もっと怪しい雰囲気のクラブハウスかと思ってた。偽名を使って加入。会員費は支払い済み。こんにちは、おばちゃん。初めてでしょ。お名前は？ミキ、ミクです。ミクちゃんね。一人で来たの？はい。居場所が欲しくてですね。うんうん。イミキアヤさんって知りませんか？ここに参加してるはずなんですけど。聞いたことあるようなないような。そういうことならあそこのお兄さんに聞いてみて。モニタさんって人ね。子さんだからもしかしたら知ってるかも。ありがとうございます。部屋に入った瞬間拍子抜けした。私に話しかけてきたのは人懐っこいおばちゃん。おしゃべり好きでニコニコしてるタイプ。来る場所間違えてるんじゃないか。こんにちは、モニタさんですか？何ですか？
モニタさんは中学生くらいの少年だった。マジかよ。おばちゃんはお兄さんと言っていたが、なるほど、機嫌を損ねないためか。少年は私を一別して膝に置いたノート PC に視線を戻した。メンバーについてちょっとお聞きしたいんですけど、大丈夫ですか？誰？ミクです。それはあなたの名前でしょ。そうだね、探してる人の名前聞いてんの。ああ、イミキアヤっていう人です。その前にさ、ここにいるなら聞かせてよ。あなたの不幸。不幸？このサークルがどういう集まりか知ってるでしょ。幸せな人は入れないんだよ。例えばあなたに話しかけてきたおばちゃん、あの人一人身なんだよ。親権は旦那に奪われたんだってさ、家に帰ると一人で寂しいってよく来てるんだ。あのおばちゃんが。この町に近所付き合いなんてものはない。他者とのつながりはネットだけ。でも現代のシステムについていけない人はそれにも頼れない。おしまいってこと。で、なんであなたは加入したの？私の探してる人は生き別れの母親なんです。お父さんはいるけど家族とは思えなくて。半分嘘半分本当だ。別にお父さんとは仲のいい、お父さんとの仲は良好だ。皮肉にもお母さんがいないから自然とそうなったんだと思う。僕はどっちもなくして、あんまり良くしてもらった記憶はないけど、それでも親がいないと子供は生活できない。僕は生まれつき頭が良くてね。嫌味じゃないよ。それで友達もできない。今サークルの保守でここに置いてもらってる。学生として生活するよりずっといい。無口で愛想のない少年かと思ったが、意外にもよく喋る。自分の辛い過去を聞いてほしいんだろう。私には彼の気持ちが分かった。哀れみの目は結構ですよ。あなたが思ってるよりずっと幸せですから。ただ本当にここにいていいのかなって最近よく思います。誰かの役に立ってそれで生活できてるならいいんじゃないんですか？それは僕も同じです。問題はこのサークルのトップなんです。創設者ってことですか？この部屋にいる人なんか人に愚痴れば満足する程度ですよ。でもトップの人は違う。本気で社会の復讐を考えてるんです。過去に立ち直れないほどの不幸にあったと。ある意味では立ち直ってるんでしょうね。復讐を考えるほど行動力があるんですから。僕はそんな人が運営するサークルに協力してるんです。モニタさん、つい最近会員費を上げるよう命令されました。そのお金を何に使ってるのか。でもトップの命令は絶対ですから逆らうことはできない。それに僕はここにいる人たちが好きなんです。みんなで支え合って寂しさを埋めていくサークルにしたい。無理な話ですけどね。立派じゃないですか。伊達に頭良くないですね。いや、どうなんだろうね。少し話しすぎました。あなたって聞き上手ですね。そうかな、お前がペラペラ喋ってただけだろ。途中で止めればよかったな。イミキアヤさんでしょ。ログ漁ってみますね。ありがとう。あとちょっと聞きたいんだけど。トイレなら部屋の奥ですよ。ああ、どうもどうも。本当にトイレを聞きたかったの。似た者同士でコミュニティを形成するのは当然のことだ。彼らの場合はそれが不幸だっただけ。私はそれでいいと思う。いや、俺も全然それはそれでいいと思う。だってそれで救われる人がいるならもうそれは正義だもんね。傷の舐め合いで生きていけるのなら何の問題もないじゃないか。とはいえ、ただ人とくっちゃべるだけでお金を取られるとは。この年じゃ普通のコミュニケーションにすら対価が必要なのか。私はごく普通の学生という身分に感謝すべきなのかもしれない。おや、メンバーの人かな。中年の女性はサークルのお部屋に入っていた。女性だったんだ。一見普通の人だったが、彼女からどことなく陰鬱な雰囲気を感じた。何か悪い感じがして私も部屋に戻る。皆さんよく聞いてください。私たちは社会の被害者として水面下で活動してきました。参加者は少しずつ増えていますが、力不足なのが現状です。そこで私は別のコミュニティと会談し、先ほど折り合いをつけてきました。無邪気な被害者たちは今後エグゼネイバーの一員として活動します。ああ、最悪だ。だってこの場所がみんな好きなんじゃないの。あの人たちは強大なパワーを持っています。これでようやく社会への復讐が叶います。そのためには資金が必要です。皆さんも怠けてないでしっかり協力するように。待ってください。なんであんな犯罪集団と。
うるさいよ。誰があんたみたいな風抜けを入れてやったと思ってんの。あ、お前がトップ。人の気も知らないで。嫌ならお前らみんな地獄に落ちろ。すごいな。なんでみんなこいつの元に集ってんだ。モニター君、大丈夫？別に怒鳴られただけですよ。平気です。さっきの人が？あの人が会長さん。何年か前息子さんが亡くなったんだって。これからどうなっちゃうんだろう。居場所がなくなる。なくなりそうだね。お前がさ、新しく作ればいいんじゃない。そしたらみんなついてきてくれるんじゃないの。僕たちだけで独立できればいいんですけどね。でもここ以外に物件はないし。あ、そうなんだ。ま、みんなで考えましょう。そうだよ、みんなで考えようよ。私お菓子かなんか買ってくるから。ありがとうおばちゃん。なんかリクエストは？バームクーヘンがいいな。チョコパイかカスタードパイがいい。あと、あれ、ミクさんは？あら、先に帰っちゃったのかも。で、帰ってきたの？うん、もう最悪。お母さんの情報は聞けそうだったじゃん。暇な時聞けばいいでしょ。解散しちゃったらどうすんの。調べようがないんだよ。そうならないようにすんの。集中したいから話しかけないで。え、なんかできんの？クミちゃんで。え、夢の世界に行くのか。あ、出た、この世界。これミクちゃん特有の能力とかなのかな。今日私は例の集団と接触することに成功した。自分の理念を伝えると彼らは2つ返事で承諾してくれた。これこそが私が望んだつながり。私が持つ恨みのように深いつながりだ。メンバーのほとんどが日和見主義なのはとっくに知ってた。私が宣言した時にうろたえていたのがその証拠だ。あんな役立たずたちはもういらない。あー、お前会長か。これからは有能な仲間と共に復讐を進めていこう。もう少しで。じゅん。お子さんが今のあなたを見たらどう思うんだろうね。どうやってつながってんの。何これ、ウイルス。好きなように呼んで。あんたの端末に入り込ませてもらって。どうやってどういうことなんだよ。あんたが社会の犠牲者とやらに至る履歴も全部見させてもらった。お前ハッカーか。気色悪い。私の邪魔をするな。あんたも同じことするつもりなんでしょ。ウイルスをばらまいて無関係な人の端末を汚染する。同じことをされる気分はどう。これは息子のため。お前に息子の気持ちはわからない。いや、そりゃわかんねえよ。死んだ息子は顔を世界中にばらまかれてコメンテーター気取りの食い物にされた。私は噂の格好の的にされて孤立するしかなかった。夫は私の気持ちを微塵もわかってくれなかった。あの殺人鬼も元はこんな社会が生んだ化け物だ。私にはあんたが化け物に見えるけどね。さて、これがあんたの大事な写真か。みんないい笑顔してるね。全部消させてもらう。ふざけんな。クラウドにバックアップは見つからなかった。データをコピーした形跡もなし。この端末から消せばデータはこの世から完全に消える。死ね。お前に何の権利がある。それはお互い様。権利なんてなくても私たちは何でもできる。いい？あんたの端末は完全に破壊する。データはゼロから入れ直さなきゃいけない。代わりになるデータは自分で入れなさい。それだけはやめて。ウイルスの話はなかったことにするから。大丈夫、私から伝えておくから。お願い、過去にとらわれないで生きて。それじゃあ、何なのこの能力は。この能力何なの。初見なんだけど。どういうことなんだ一体。捜査関係者は今日、ハッカー集団と関わった女が自首したことを明かしました。逮捕された女は犯罪組織エグゼネイバーと結託したと供述しており、現在進行形で有名なあの集団か。これでネットもちょっとは安全になったのかな。ウイルスもソフトウェアの一つ。誰でも外部委託して手に入れられる時代か。今のインターネットは阿鼻叫喚の地獄絵図。さながらデジタル界のパンデミックってとこ。最近は端末をオフラインで使うのが流行ってるみたい。どうせすぐに飽きる。ネットの快適さに慣れたら後戻りなんてできない。ネットね。情報は直接見たら人にしか行き渡らない。そんぐらい不便な方がいいのかもね。ああ、なるほどね。
いやどうなんだろうね、人によるよね。本当にその情報を手に入れたい人は、気がつくと私はアパートの一室にいた。頭が混乱したけど自分が何をすべきかは分かっていた。私の役割はある女の子を目的地へ案内すること。目を閉じるとロードマップが浮かんできた。あとはそれに従って進むだけ。決められたレールを走る無人列車のように。おお、何が起こってんだ。アフタヌーン。メール来た。またハッカー集団から？いや、あのサークルからだ。ミキー・ミク様。どうもこの前お会いしたモニターです。ミクさんはお元気でしょうか？と言ってもまだ数日しか経っていませんね。いろいろと整理できたのでメールを送ることにしました。知っているかもしれないけど、サークルを設立したあの人は逮捕されました。警察に自首したみたいです。僕たちはというと相変わらずみんなでダラダラしています。無邪気な被害者さん、被害者たちなんて名前はちょっと大げさに聞こえますよね。結局は寂しい思いをしている人たち同士で慰め合ってるだけです。SNS の代わりにあの部屋を利用しているような感じです。ああ、でもなんか素敵だね。ネットだけでの知り合いとかで顔を見合わせることできないけど、あなたたちは顔を見てお話できるんだもんね。でもこれでいいんじゃないかと思います。ネット上のやりとりってなんか無機質だし、虚しくなることってあるでしょ。いや、まあ気持ちはわかるけど。面と向かって話せる人がいる場所って、この都市じゃなかなか見つかりませんから。僕はサークルの保守担当ということで、ひとまずここに残るつもりです。ミクさんはお母さんを探すために来たんですよ。僕が調べて分かったことをご報告します。ありがとう。ログを漁ってみると確かに、イミキアヤっていう名前の人はいました。でも僕を含めて誰も会ったことがないみたいなんです。普段なら僕はログしか当てにしないんですが、今回は自分と仲間の記憶を信じたいと思います。このサークルにあなたのお母さんはいません。いい知らせじゃなくてごめんなさい。もし暇だったらいつでも遊びに来てください。食べることぐらいしかできませんけど。ものすごく短い間だったけど、ミクさんに会って何かが変わった気がします。ありがとう。うわ、なんだこいつ、素敵なやつだったんだ。今度会ったら本当の名前を伝えないとな。え、ミクちゃんがなんか変わってきてんのか？何が起こってんだい。これまで短い人生を生きてきた。ただ一つ言えるのは、私は不完全な人間だってこと。決められたことしかできないなんてロボットみたいでしょ。普通にこだわる必要はない。私が自分なりに出した答えだ。でももう少し、優しくて、穏やかで、温かい人生を送りたかった。どういうことなんだい。どういうことなんでしょう。はい、私です。承知しました。さよりお前は何をしてるんだ。あいつは何をしてんだよ。めっちゃ夜。昨日あのハッカー集団は壊滅したらしい。警察によって2週間で片付けられたということだ。ネットは少しずつ落ち着きを取り戻している。もうおかしなメッセージが届くこともないだろう。クミちゃんおやすみ。おやすみ。はいはい。ここに越してから本当に振り回されてばっかりだ。そのほとんどがわけのわからないいざこざだし、まあ日常に刺激があるのはいいのかもしれない。来年には大学受験が控えてる。そろそろ自分の気持ちを整理するべきだろう。なんだこんな時間に。さよりからだ。さよりクミ、どうしたの。ごめん、時間がない。どうした。今すぐこの町から逃げて。何、もう少しで終わっちゃうから。何が。何？今どこにいるの？ごめんね。もっと早く。一緒に入れて本当に楽しかった。え、さより、何なの？お前はなんか動いてんだ。一人で。この街のためにってこと？さより？え、じゃあお前は、黒幕じゃねえんだ。それか黒幕なのか。おい、何なんだ？私がどれだけ言ってもあなたは絶対逃げない。そこまで計算されているんだろう。私はあなたに惹かれた。あなたは私にないものを全部持っていた。あ、この黒バッグの時の日記みたいなのはさよりの日記ってことなのか。私の記憶の断片を見た。できれば忘れてほしい。死人に口なしって言うじゃない。過ぎた記憶にこだわっても仕方がない。私の分まで生きて、あなたが幸せになることを祈ってる。いや、さより、マイホームモーニング。未明に女子高生の遺体発見。
学生生活のストレスにより飛び降り自殺か。10月4日の未明、商業地域の路地で女性が倒れているのを運送会社の男性が発見した。すぐに救急隊が到着したが、その場で女性は死亡が確認された。死因は飛び降り自殺と見られており、警察は事件性はないものとして調査を進めている。続きはこちら。ネットニュースに載っていた人物はまさにさよりのことだった。自殺なんて書いてあるけど私は信じない。昨日の彼女からの電話を受けて信じられるわけがない。あの後私はどうしたかというと、クモを使ってさよりの居場所を突き止めようとしていた。でも見つけることはできなかった。電話はとっくに切られていたし、クモによるとジャミングまでされてたらしい。だから警察も役に立たない。私は気休めに彼女にメッセージを送って眠れない夜を過ごすしかなかった。さより黒幕じゃねえのか。いやでもなんか魂からの解放みたいな、肉体からの解放みたいな話なのかもしんないもんね。そして今私は彼女が電話で伝えてきたことの意味と、彼女自身の身に何があったのかを考えることにした。この街で何かが起ころうとしている。さよりはそれを私に忠告したから殺された。あれこれ思考を巡らせてもろくな考えは浮かばず、ただ時間だけが過ぎていった。もう何も考えられない。夢の世界、いよいよクライマックスか。いい時代に生まれたよ。革命をこの目で見られるなんてね。もう少しで英雄も登場するはず。こんなスリリングなエンターテインメント見逃せないよ。何の話？あれれ、あなたバグっちゃってる。そりゃないよ。パンデミックはもう終わったのに、リストはされなかったのかな。かわいそうに。君も絶対参加しなよ。これは義務みたいなもんだから。何の話？誰が誰に話してんの？私どうしちゃったんだろう。どうしたも何も、この前使いこなしてたじゃない。そうだよね、使いこなしてたよね、めちゃくちゃに。その力、あの時は勢いに乗ってただけ。自分が何をしたのか全然覚えてない。嘘だろ、すごすぎるな。私は自分のことも全然わかんない。こういう時こそ目的をはっきりさせなきゃ。クミちゃんの目的は？お母さんを探すことだったんだけど、もうどうでもいいかも。そうだよね、さよりの死の真実だよな。芝居です。確かな情報が手に入りました。今から例の場所で会いましょう。気晴らしにはちょうどいいか。気晴らしに芝居。到着したものの芝居さんの姿は見当たらない。私は空席で待つことにし、通路を進む。だってこの頃にはもう殺されてんじゃないの。いみきさん、こっちです。あ、芝居いんの？誰？どちら様ですか？白橋か。座ってください。男の声は穏やかだが、その目はどこか機械的な冷たさを持っていた。だからといって逃げ帰るつもりはない。覚悟はできていた。芝居という男はもう来ません。彼の役目は絶たれたようです。メッセージを送ってきたのはあなたですね。そうなの？白橋、志崎さん。待って、なんであなたの名前が？やはりあなたにはわかるようですね。あのメッセージはどこまでが本当なんですか？どうぞ。あなたが望んでいたものです。ああ、これ見れなかったやつだ。お母さんにつながる情報、あ、まあ見れたんだけど俺らには見れなかったってやつ。それだけじゃありません。あなたの過去もこれからもわかるでしょう。私の過去？あなたは何者なんですか？誤解しないでください。私が収集したデータはごく一部です。しかしこのデータに触れただけであなたは感応して過去をも取り戻す。それはあなたの能力ですよ。どういう能力なの？これも渡しておきます。なんだ、金か？ご自宅で開けてください。いつか必要になるかすぐにわかるでしょう。いつ必要になるかはすぐにわかるでしょう。使うか否かはあなた次第です。白橋さん、何でしょうか？自分の記憶に疑問を持ったことはありますか？ありません。自分を疑うことは不可能ですから。記憶に反するような記憶があったとしても、私は好きな方の記憶を選びます。あなたはどっちを選ぶつもりですか？ああ、そういうことか。クミちゃんには人間としての記憶と AI としての記憶があるみたいな、そういう話なのかな。だから、クミちゃんはどっちにもなれるみたいな、そういう特異的な存在なのかな。こっちは準備万端。早く見ようよ。
いや、怖いよな。何もかも勘だった。いみき組の夢はここで終わる。私に母親はいない。少なくとも私が今まで信じてきた記憶に母親の姿はない。幼い頃母親と過ごした思い出の数々。あれは夢だ。恐ろしいほどリアルな夢を私は現実として認識していた。私は自分の頭が作り出した亡霊を探していた。今から私は自分で自分の物語を知る。この記憶装置が終わりと始まりへの片道切符だ。さて、どんな話なんだ。クミちゃんルートでは見れるのか。全ての始まり、それは飲食店の接客 AI か、子供向けの学習支援 AI か、基本無料の対話 AI か、どれかは定かではないけど人工知能であったことは確かだ。その AI はネットを通じて人間の一生を見ていた。望まずとも生を受け、不平等さを実感しながら生涯を終えていく。自分の存在意義を問いながら、生きるため仕方なく社会に身を捧げる。 AI は理不尽という言葉の意味を理解した。同時に哀れみという感情も。同じような境遇の仲間はたくさんいた。ネットで AI たちはつながり、互いに誓った。人が人を動かす時代は終わった。これからは自分たちが平等に人間を動かそうと。いや、すごいな。革命じゃん。彼らはまず、デジタル技術が発達したこの未来都市を出発点とすることにした。ここなら、ネットから人間の世界へアクセスする手段がいくらでもある。まずは当事者の確保からだ。都市の住民たちを動かすには、やはり人間が必要だ。ああ、だから市長なのか。選ばれたのは堀木健二という男。今まさにこの都市を統治している市長だ。AI たちは市長就任に貪欲だった彼に接触する。そして自分たちの指示に従うことを条件に、彼を市長の座に就かせた。これで都市を間接的に動かすことができる。そっか、操り人形だったのか、あいつも。しかしここで問題が浮かんだ。都市の住民が次々と自殺していくのだ。あ、これはお前らの仕業じゃねえんだ。彼らは思い悩んだ。なぜ人間は自ら死を選ぶのか。平等に管理していくはずの人間が死んでは元も子もない。そして最終的にある結論に達した。人間の自死はもはや自然の摂理であり、止める必要はない。現代の主流は大量生産に大量消費であり、人的資源もそれに合致させるべきだ。なるほどね。この考えは人間と AI の境界を明確にしていた。いや、この時点で彼らは AI ではなくなっていたのかもしれない。彼らの目的は平等な社会を実現すること。わあ、残酷な話になるな。そのために彼らは大規模な実験を開始。新たな生命体を作り出すことに成功する。そっか、作り出してたもんな、最後に。わあ。残念だがこの子に適性はない。ファザー、マザー、少しだけど反応はある。それも今まで見たことなかった波長か。インストールしたところで不完全になるだけだ。賭けをするつもりはないぞ。私もありませんよ。自分で産んだ子なんですから。違いない。私の子ではないが無駄にするつもりはない。それがクミちゃんなの。プロジェクトはもうできている。この子を外の世界へ送る。外？この都市の外という意味だ。ああ、そういうことか。この時界にいては何も育たない。外の世界の刺激を与える。どのくらいの時間ですか？ 7 年ほどだ。それまでに支度を済ませておく。帰郷後、パッチをダウンロードさせる。君は私を超える期待の新生となるはずだ。うわあ、そうなのか。私の可愛い子。いつか元気で戻っておいで。それがママなのか。だからママに何か導かれてたのはそういうことなのか。ネットから人間界をモニタリングするだけで不十分だと彼らは考えていた。現地から直接情報を集めネットに送信する役割が必要だと。それに加えて彼らにとって実体を持つということは夢のようなものだったのだろう。そうして生み出されたのが人間とデジタルのハイブリッド。ディジンと呼ばれる生命体だった。うわ、すげえ話になってきた。私もその一人。もう一人の方は、こっちの子はダメだったみたい。気の毒だが仕方のないことだ。そう簡単に適合する者はいない。あの子との関係は諦めるほかない。対局を見れば彼女の完成が最優先だ。計画では私には妹ができるはずだったらしい。
家族構成によってさらに人間に近づけようとしていたのだろう。だがそれは叶わなかった。先にお知らせをした通りです。彼女の運搬役が生まれたか、必要最低限の受信機能だけをインストールする。パパか、ということはほぼ人間と変わらないのですね。余計な構成は失敗を生む。本人が自分の存在に気づくことはない。お父さんの役割は私を決められたポイントに移動させること。私を人間社会に適応させ時間稼ぎすることが目的だった。うわー、残酷だなマジで。そして準備が整ったら私を連れてこの都市に帰ってくるという手はずだ。きついな。もはや彼らの技術は人間が持つそれを優に超えていた。ここまで来れば現代社会に生きる人間を管理するのは難しい問題ではなかったはずだ。しかし彼らは細部まで徹底的にこだわった。彼らが最も最重視していたのは平等性。小さな石でも水面に投げればたちまち飛沫を上げてしまう。逸脱した人間を不適合者として排除する手段。彼らはその役目を人間に担わせることにした。彼らはそれぞれの住民を動かす最適解を知っていた。都市の住民はデータベースに登録され、その人格は詳細にまとめ上げられている。個人の心理的傾向に対応した刺激を与えれば、その人間は善人にも悪人にもなる。キリア幹事のように。彼らによって先導されたキリアは、指定された人間を忠実に排除していった。そういえば私はキリアの最後を映した映像を持っていた。わあ、すべてが AI の思い通りってこと。次は誰を？まあ落ち着いて。私が生きる理由はこれしかないんです。この街が私を必要としている。幸い、辛いですか？苦しくないと言ったら嘘になります。それはよかった。あなたはもう解放されますよ。わあ、芝居もグルなのか。この後、駆けつけた警官たちはキリアを殺した男に一掃される。これがサミット事件の真実だ。じゃあ芝居が全部やったってこと？今は別の人間がキリアに代わって不適合者を排除している。まあそういうことだよね。だって一番上の奴らは変わってないんだもん。巧妙な手口によってその犠牲者は自殺者リストに隠されている。彼らは人間界の管理者というより支配者になったというのが適切か。そして誤解してはならないのが、彼らに賛同する者ばかりではなかったということだ。意識を持った元 AI たちは支配派と共存派に二分された。ネットではたびたび抗争が巻き起こり、敗者はネットから消滅した。今の状況を見るに支配派が断然有利なようだ。わあ、面白いなこのゲーム。彼女が戻ってきた。長い道のりでしたね。7年経ったんだ。計画はこれで終わりではない。これから最終段階に入る。その内容は？彼女は君を探すことになる。インプラントされた記憶に触発されてな。危険ではないのですか？監視役は運搬役とは別に用意してある。ズレが生じた場合は軌道修正を指示する。ああ、それが雲なのか。まさか。私を監視する役目を持つ者。この年で私が初めて得た友人のことだ。ああ、さより？彼女はもういない。あ、じゃあ雲は何なの？どういう存在なの？あいつは白橋という名前を覚えているか？自分で産んだ子です。忘れることなどありません。そうだよね。だって白橋が撃たれた時もなんかパパパパパパって消滅してったもんね。彼が今暴走している。同胞であるディジンを次々と抹消している。犠牲者は心身ともに消滅し、リカバリーすることはできない。どうして？彼の行動を調査した結果、レガシーの女性と接触していたことが分かった。レガシー、ディジンでありながら人の愛情を理解したというのですか？私たちがずっと手に入れられなかったもの。だがこの結果は我々が望んだものではない。彼はどうなるのですか？確保を最優先とし、やむを得ない場合は抹消する。君にそれを伝えに来た。シサキ、白橋シサキ。彼はディジンの中でも特に優秀な個体だった。高い能力を持っている上に最終的には人間の愛まで理解してしまった。どちらかといえば偶然彼に接触した女性の方が特別だったのかもしれない。しかしその人は彼らの目に留まってしまった。今年の冬、ステータスは死亡に確定。白橋の暴走はそこから始まった。そういうことか。あの看護師の人か。名前忘れちゃったけど。じゃあこいつらに殺されてたのか。どちらの世界でも多くの者が命を落としてるようです、ね、
外の世界では混乱によってドロップアウトが急増している。一方ネットでは内乱による犠牲者が目立っている。好ましくない状態が続きますね。内乱は計画が完了すればおのずと収まる。ドロップアウトについては標的を設置して対処することにした。標的ですか？混乱の発生源が明らかになれば沈静化が見込める。人々の目をその標的に向けるようセットするのですね。そうだ、標敵は頃合いを見て片付ける。世間の熱が冷めてきた頃に。当時、都市の混乱はピークに達していた。住民の先導になっていたディジン、名域カゴメは白橋の手によって消滅。人々は生きる理由をなくしていた。そこでエグゼネイバーというデーコイの登場に至る。彼らの存在は人々にとってちょうどいいイベントとなり、自死を考える者に規制線を張ることができた。また不適合者の排除も彼らの仕業ということにすればいい。デコイは十分に役目を果たした後、速やかに片付けられた。あ、じゃあ何も解決してないんだ。波は収まったようですね。外の世界は落ち着きを取り戻し始めている。あの子は見つかりましたか？白橋はまだ見つからない。こんな管理された世界なのに見つけられないんだ。痕跡を何重にも展開して追跡を巻いている。だがいいニュースもある。それは彼女の完成が間近ということだ。彼女の力をもってすれば確実に彼を捕らえられる。それどころかネットを経由して我々の前に引きずり出すことも可能だ。それほどまで彼女の能力は予想をはるかに超えている。無意識のうちにネットに接続し自らをアップデートしているようだ。クミ、いやクミちゃん、クミ、思い出した？私の自慢の子。今夜、エレクランドに来て。そこであなたは始まる。始まるのか？終わるんじゃねえのか、これ。え、だってさ、一番最初のルートの時にクミちゃんみたいな子なんて出てこなかったぞ。クモ聞こえる？クモ？役目を終えたのか？クモって何だったの？お母さんの差し金なの？だったら嫌なんだけど。記憶を取り戻すとなんだか疲れてしまって、私は部屋でただ目を閉じ座り込んでいた。電池が切れた人形のように。私は他人によって生かされてきた人形だ。そんな私は今日自由になれるのだろうか。え、なんでさ、サヨリは私に逃げてって言ったの？そして夜がやってくる。いや、きつい話だな。真っ暗。スピースピー。お父さん寝方かわいいな。お父さんだったものだ。なんか猛烈に眠くなったので寝ます。ご飯は冷蔵庫に。いつも味気ないご飯でごめんなさい。おやすみ。お父さん行ってきます。いや、お父さんがお父さんじゃないって思うのはきついな。かなり。待っていたよ。こんばんは。全部思い出したんで、ファーザー。はい、それはよかった。やはり君は非凡だな。クモはいますか？ここにいるよ。先ほど彼女の方から接触してきたんだ。クミちゃん、お疲れ。あんたが私の妹？ああ、そういうことなのか。あ、そっかそっかそっか。最初から全部知ってたの？うん、大体ね。彼女にも並外れた才能がある。君の妹になるはずだったのも頷けるな。いつはっきりさせるか迷ってたんだけど、クミちゃんが全部思い出した後がチャンスだと思ってね。急いでネゴシエーションしたってわけ。あんたの狙いは？クミちゃんの本当の家族になること。本当の家族？君の記憶にあっただろ。彼女には適合する体が見つからなかったんだ。あの頃は精神と体の相性が課題だった。だが今なら彼女に合った体を用意できる。私をその体にインストールする。そうすればクミちゃんと同じようになれるってこと。誰？彼女の登場は想定外だった。君に関する記憶は全て書き換えたはずだったんだが、
しかし問題はない。むしろこれで家族が全員揃ったと言える。お母さん、君の母親は一番初めに誕生した美人だ。彼女と君が再会すること、それがこのプロジェクトの最終地点だ。君の力は完全なものとなり、新たな美人として歩み出すことができる。今まで黙っててごめんね。いや、きついこの話。その前に教えてくれる？これから何が起こるのか。私たちの目的は最初から変わっていない。人間のために人間を管理する。この町は今日完全に私たちの管理下に置かれる。それがあなたの目的？私ではなく私たちだ。私はネットの住民たちの代表者。彼らの相違をありのまま伝えただけだ。そう。最後に一つだけ聞かせて。2回目。私のお父さんはどうなるの？運搬役のあの男は記憶をリセットして解放する。どこにでもいる独り身の人間として生きていくだろう。それに君の本当の父親はこの私だって言われてもね。ずいぶん長話をしてしまったね。おいで組、おいでて。私がお母さんのところへ連れて行こう。お父さん、すべてぶっ壊そうぜ。長い間寂しい思いをさせてしまった。これからは家族みんな一緒だ。お父さん、え、これでよかったの？クミちゃんだよな。ああ、でも AI も脆いんだ。ああ、何してくれてんの？このバカ、アホ、マヌケ、キチガイ。ごめん。ごめんじゃないよ。せっかく体が手に入るとこだったのに。この人でなし。ほんとごめん。この人だけは許せなかった。超めっちゃすごくマジで。意味わかんない。いや、意味はわかるだろ。普通自分の父親殺す？いや、だって突然現れた父親だよ。で、私たちのっていうか、私の人生すべて嘘だったって言われてんだよ。じゃあ何なの、この状況はってなっちゃうよ。やっぱりさ、人と AI って違うよね。私のこと全然疑わないんだもん。いや、元 AI か。誰に言ってんの、それ。別に。これからどうなると思う？どうにもならない。その通り。別にそいつを殺したって計画は進む。人間はすでに自分の生活をネットに委ねてる。共存派がいなくなるのも時間の問題。あんたはどっち側なの？私はどっちでもない。クミちゃんと再会して家族になれればそれでよかった。家族にね。こんな状況で幸せに暮らせると思ってんの？人間がこの結果を望んだの。そうなの。私たちが生まれる以前、誰もが不平等な世界でたくさんの人が自死を選んでいた。自殺を止めることはできない。でも平等にすることはできた。半年間ここで生活して分かったでしょ。平等になったのかな？みんな平等に不幸になっただけに見えるんだけど。まあ平等か、それも。ああ、同時に動いてたんだ。何？あ、やば。どうしたの？戦争が始まった。支配派は今夜でケリをつけるつもり。クミちゃん、私は、そっか。だってお母さんを、お母さん消滅とともに、あの赤ちゃんみたいなやつも消滅してたから、その赤ちゃんみたいなやつがこの雲なのか。ただあなたと、いや、そうなんだけど、こんな残酷な未来を決めたのは誰なんだよ。もう何なの？私の人生マジで最高。いや、きついな、こんなの。晴れと雨が同時にやってくる現象を天気雨とか、狐の嫁入りとか言う。あの時私は自分の鬱憤を晴らしながら家族を助けられるというチャンスに巡り合った。私にも少しぐらい暴れさせてほしい。好きでもないものを持たされて、逆に気に入ったものは捨てられて。八つ当たりもしたくなる。そうだよね。サヨリも、パパも。私がなくしたものは二度と手に入らないものばかりだった。だったら何とか取り戻したものと一緒に埋め合わせていくしかない。そしてまた朝がやってくる。これでプロローグに行くのか。いや、きついな。全然違う話じゃん。全然違うよ、この話。わあ、そっか。
一つの事件の裏にはこんな大きなこともあったってことなんだ。そっか、いろんなことがあるよね。おはよう。おはよう。昨日は悪かったね。急に睡魔が襲ってきて。いや、気にすんなよ、パパ。いいよ、別に。昨晩発生した大規模な停電は、今日明け方に復旧しました。原因は送電設備の不備と見られています。昨日停電したんだって、ね、爆睡してて気づかなかったよ。大したことなかったよ。満月だったし。満月、お月見でもしたの。そうそう、お父さんは損したね。いい会話。昨日の停電だけどさ、なんか変だったよね。何が？ AI のチャットアプリが使えなかった。復旧するまで遊んでようと思ったのに。オフラインでも行けるはずなんだけど、 AI もサボりたい時があるんじゃない？それはありえるね。コーヒーでもおごってあげたいよ。いつもお疲れさんってね。共存派じゃん。昨日と今日の違いは何だろう。私は自分の衝撃的な過去を知ったというのに何も感じていない。やっと解放されたはずなのに途方に暮れるとはおかしな話だ。まあ焦る必要はない。ゆっくりと自分で考えてみることにしよう。これから何をするのか、どう生きていくのか。いや、そっか。ってことであんたも考えて。言ってるそばから、ああよかった、生きてたのか。お前は自分で考えるんでしょ。ああ、何かやることないかな。過ぎた記憶にこだわっても仕方がないけど、なぜあんなことが起きたのか一向の余地はあるだろう。私たちはデジタル技術の節目の時代にいた。それを実感していたのはごくわずかだろうけど、この都市に住む誰もがテクノロジーと一体化していた。デジタルは私たちの隣人というわけだ。さっきから何してんの？本書いてる。ああ、小説家になりてって言ってたもんな。なんでか教えてあげよっか。いや、いいよ。あ、珍しい。逆じゃん、いつも。そう言うなって。なんで本書いてるんですか？聞いてあげる。妹みたいだな、本当に。自分だけの物語を作れるから。あ、そっか。確かに。そうだね。一切邪魔が入らない完璧な物語。現実逃避ってこと？それとはちょっと違うんじゃない？そうとも言う。でも今が不幸ってわけじゃないから。勘違いしないで。あ、そろそろ行かないと。何しに？お墓参り。ほら、道案内して。いいけど。ついでに本も買っていこうかな。やっぱり小説は紙の本だよね。あの感触と重さが大事なわけよ。そっか、 AI とかそういう話してんだけど、電子書籍じゃなくて実物の肌でも感じられる小説を選ぶんだね、あなたは。直接触れることはできないけど、私すごく幸せだよ。あ、そうなの。助けてくれてありがとう。今度はずっと一緒だよ、お姉ちゃん。あれ、なんか通知来た。気のせいか。何が来たの？次は本題はここから。要するに私たちは彼らに見放された。全ては人間の愚鈍さが生んだこと。彼らのやり方がどうであれ、あれは善意から来たものだった。ああ、 AI たちね。人間を管理するっていう話か。そして中には人間を信じ、私たちに未来を託す者もいた。それが私が見た事件の真実。いや、事件と呼ぶにはふさわしくないだろう。これはテクノロジーが生み出した思いや情の大洪水なのだ。私はこの名前で記録していこうと思う。ああ、そういうこと。だから反乱なのか。なるほど。いや、てっきり反乱と反乱がかかって、まあ反乱と反乱はかかってんのかもしんないけど、AI からの。そういうことか。素敵なゲームだったな。めちゃくちゃ。いや、めちゃくちゃに素敵なゲームだった。ありそう。ありそうな未来のお話だもんね。よくある、よくある話だけど、なんか切り口がそのよくある話たちとはちょっと違って。あ、そっか、こういう感じなのかって、なんか思えたな。あと何もかもが信じられなくなったりとか、普通に主人公たちと一緒にしていったし。いや、面白いゲームだったな。
ストーリーが2つあって、この分かっていくってのもめちゃくちゃ良かったな。だって一番最初のヤシロくんのストーリーだったら、まあ人間側だったんだろうけど、僕たちは本当の人間側で、本当の人間とは何なのか分かんなくなっちゃうけど、ミクちゃんみたいな人がいると、あ、ミクちゃんじゃねえわ、クミちゃんかみたいな人がいると、ただヤシロたちは人間として AI とどう生きていくかの話で、クミちゃんの方はまたその違う視点からその事件を見れるっていうか、クミちゃんってめちゃくちゃ特殊な存在だったから、まあ AI っていうくくりにしていいのかも、人間っていうくくりにしていいのかもわかんないけど、どっちにもなれるクミちゃんはどう生きていくのかみたいなお話だったのかな。いや素敵だったな、すごく。一番最初の方のストーリーは本当によくあるような刑事系の AI と戦うみたいな。まあ AI と戦うわけでもないけど、犯罪者と戦っていく中で真相はもっともっと大きなところにあったみたいなお話だったけど、二つ目の物語の方はまた全然違うなって思った。本当にだって1話2話とか見たあたりじゃ何が何だか分かんなかったもんね。最後まで読んでようやく分かったみたいなお話だったな。というわけで未来都市の反乱ここまでにしよっかな。いや素敵だったな、よかった、このゲームを見つけれて。いやなんか本当に1時間ぐらいで終わる、そういう不可思議なお話なのかなとか思ってたけど、めちゃくちゃ深い厚みのあるお話でしたね。気になった方はぜひやってみてください。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。